こんにちは、 K-POP 情報局です。今回は韓国の超人気グループ EXO とは、その活動内容と人気の秘密に迫ります。 EXO は韓国で BTS の次に人気のある K-POP アイドルグループです。メンバーは総勢11人という大所帯で、しかも韓国人8名に中国人3名という混成グループです。2つの国のメンバーで構成されたグループはちょっと珍しいのではないでしょうか。少なくとも日本ではまず見当たりませんね。デビューから8年経った今も EXO の人気は衰えません。それどころか EXO のファンはますます増えているようにさえ感じます。EXO が掲げるコンセプトは、未知の世界から来た新たなスターというものです。デビューアルバムのママは大ヒットとなり、2012年の新人賞を総なめにしました。続いて翌年にリリースした EXO-EXO で音楽番組で初の1位を獲得し、広く韓国国民に知られるようになりました。2015年には日本でもデビューし、世界進出の足がかりを作りました。 EXO はこのように韓国だけではなく日本でも広く人気を集め、世界に向けて羽ばたこうとしています。 EXO が所属する SM エンターテインメントでは、事務所の所属アーティスト全員が参加するライブを不定期に開催しています。このライブは日本では毎年行われていて、2019年には東京ドームを3日間借り切って盛大に開催されました。 EXO ファンならみんな知っていることですが、 EXO は当初 EXO-K と EXO-M という2つのグループに分かれて活動していました。この場合の K はコリアンの韓国、 M はマンダリンで中国を表しています。つまり EXO は韓国向けと中国向けに分かれていたわけです。こんなグループは日本には絶対にないし、韓国でも世界でも珍しいでしょうね。 EXO は11人揃っての活動も積極的に行っていますが、やはりメインとなるのは EXO-K、EXO-M の2グループに分かれての活動でした。つまり韓国向けには韓国人のメンバーが、中国向けには中国人のメンバーが当たっているわけです。一つのグループでありながら2つのグループに分かれて活動し、それぞれ別の国に向けてアプローチする。しかし元は EXO という韓国に拠点を置くグループなのですから、なんとも不思議な編成になっています。このような状態が長く続いたら、もしかすると EXO は分裂していたかもしれません。しかしその後中国人メンバー3人が脱退し、2つに分かれていた EXO は1つに統一されました。現在では EXO は韓国でも中国でもライブを行っているので、1つになってかえってパワーが増したようにさえ感じます。ちなみに EXO のファンクラブは EXO-L と呼ばれています。これは K と M の間にあるのが L であることと、ラブの頭文字から付けられたということです。 EXO-L のことを EXO メンバーはエリと呼んで敬愛しています。 EXO メンバーがファンのことを大切に思っているので、ファンクラブもこのような名前を付けたのかもしれません。 EXO は2019年、韓国やフィリピンをはじめ世界各国を回るツアーを開催しました。ツアーの最後は韓国で開催されたアンコールライブでしたが、新たなアルバムを出した直後だったこともあり、大盛況のうちに幕を閉じました。このアンコールライブは最新アルバムの曲を取り入れたもので、ファンにとっては嬉しいプレゼントとなったようです。2020年1月にはEXO の兄弟グループの EXO-SC が日本で単独イベントを開催して評判となりました。
普通のライブとはちょっと違ってトークが多いライブだったので、ファンにとってはエクソ SC をさらに身近に感じられるコンサートだったようです。エクソには兄弟グループがいくつかありますが、これをきっかけに日本公演が増えると嬉しいですね。ちなみに最近エクソのリーダーのスホがソロデビューしました。エクソメンバーの中でなんとソロデビューは4人目と言いますから、ちょっとびっくりですね。だって同じグループから4人目ってソロデビューしすぎでしょう。スホはソロデビューしてすぐに音楽番組で1位を獲得して実力のほどを見せつけました。エクソファンも今後のスホの活躍から目が離せないでしょう。エクソに関してはエクソファンのみならず普通の音楽ファンからも様々なことが言われています。その一つはデビューアルバムが韓国では12年ぶりとなるミリオンセラーとなったことです。韓国の音楽業界はずっと低迷していて、あまりヒット曲もありませんでした。しかしエクソの登場によって一気に盛り返してきた感があります。現在韓国音楽業界の隆盛はエクソの功績なしには語れないでしょう。またエクソはイケメンが揃っていることでも有名です。もともと K-POP アーティストにはイケメンが多いのですが、その中でも飛び抜けてイケメン揃いなのがエクソなのです。さらにエクソには韓国でもトップクラスのダンサーがいるし、日本でデビューする前から日本で大人気となるなど注目度の高いグループです。エクソといえばジラシの100日プロモーションを忘れるわけにはいかないでしょう。エクソがデビューしたのは2012年4月でしたが、エクソのことが所属事務所の SM エンターテインメントから発表されたのは前年の11月だったのです。つまりエクソの存在をマスコミに発表してデビューするまでに5ヶ月もあったわけですが、その中の100日間にもっとセンセーショナルな出来事があったのです。それはエクソについてティーザーと呼ばれる映画の予告みたいな告知を23回も発表したことです。つまりエクソの魅力を小出しにして徐々に韓国の国民の間に浸透させていったのです。こんな売り出し方って日本ではありえないでしょうね。というより日本人は考えつかないのではないでしょうか。やはり韓国のエンタメ業界は日本にはない何かを持っているような気がします。ちなみにティーザーにはメンバーの紹介やそれぞれどんな特技を持っているか、メンバーの個性などについて書かれていました。23回のティーザーの中で一番登場回数が多いのがカイ君です。登場回数が多いということは事務所の一押しということになります。実際にカイ君は歌唱力もダンスも抜群でスター性を持っていました。カイ君はエクソの楽曲の中ではほとんどセンターを任されていましたから、その実力のほどが伺えます。しかしセンターを務めるということはグループを背負っているようなものです。なぜならセンターの出来不出来によってそのグループの運命が決まってしまうからです。カイ君がセンターを任されたのは彼の努力の結果でもあるでしょう。しかしグループの運命が自分にかかっていると思えばすごいプレッシャーを感じていたはずです。だけどカイ君は見事にその大役を果たしてくれました。グループが成功するためにはカイ君のような存在が重要なのです。これは日本のグループでも同じことが言えるでしょうね。カイ君のようにグループを引っ張っていく存在がいなければ絶対に成功することはありません。ではティーザーの中でいくつか注目度の高いものをご紹介しましょう。ティーザー1で紹介されたのはカイ君でした。バラードの曲をバックに披露したダンスの見事さは
誰もが息を呑むほどの素晴らしさでした。ティーザー2ではエクソ M のセンターを務めるルハンが紹介されました。ルハンはなんと K と M の両方のセンターでダンスを披露してくれたのです。それは本当に素晴らしいダンスでした。ティーザー9では後に語り草となるフンハンが紹介されました。フンハンとは当時瓜二つと騒がれたルハンとセフンの二人で作られたペアのことです。ティーザー20で紹介されたのはエクソの最後のメンバーであるチャニョルでした。チャニョルは少女時代などのミュージックビデオにも出演していたので、すでに日本では知名度がありました。そのためエクソからデビューすることが決まるとちょっとした話題になったほどです。チャニョルの登場はエクソメンバーの最後を飾るにふさわしいものでした。歌唱力もダンスもキレッキレなので、韓国でも日本でも多くのファンを魅了しました。では最後にエクソの素晴らしい楽曲について触れてみましょう。ブラウルはエクソを代表する楽曲としてあまりにも有名です。あらゆる賞を総なめにしただけでなく、音楽番組で3週連続1位のトリプルクラウンを実現した名曲です。このミュージックビデオはワンテイクという手法を使って撮られたもので、最初から最後まで一発撮りされたものでした。こういったミュージックビデオを配信できることを見ても、エクソというグループの完成度の高さが伺えます。エクソはデビューアルバムをリリースした後、約1年にわたって新曲を出さず、テレビにも出演しませんでした。これは戦略だったのですが、1年後に新曲のウルフをリリースするや否や、待ちかねたファンが買い求めてミリオンヒットとなったのです。エクソは実力もさることながら、スタッフの戦略も見事ですから、これからも K-POP をリードする存在であり続けるでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。